ちゃんも初めての旅行です。でももうお眠タイムでございます。イエーイ、カナダの森に行きますよ。ふーちゃんもいるよ。ほーちゃんもいるよ。4時くらいに着きまして、これから、みんなでバーベキューを食べたいと思います。6時なんですけど、さすがにもう11月なので真っ暗でございます。くーちゃんは今、三輪の機種に抱っこされていますよ。くーちゃんよかったね、初めての旅行だね。楽しみましょうね。今日は大人数でバーベキューなので、あのグランピングのお部屋のところにある、ウッドデッキのバーベキューではなくて、大人数でできるところがあるのでそちらに移動したいと思います。ちょっと到着したところとかバタバタしてたので撮影できなかったんですけども、バーベキューからスタートしたいと思います。このですね、森の音ではいろんなね、イベント行事が行われているということです。ピザ作ったりもね、ピザ体験もできます。一回受付寄りますね。ちょっと待っててください。もう一回足りなかったら追加しよう。じゃあ行きましょう。私はドリンクバーでウーロン茶ゲットしました。あ、こっちだこっち。ここで食べるのは初めてなんですよね。ここはね、人数が多い人だったり、あと日帰りでバーベキューだけ楽しみたい方の、お席になっております。ここ初めて、ここはこっち側ね。よろしくお願いします。広いね。いいでしょう。良い、どう？治った？体調治った？よかったよかった。さあ、今日は男性陣に、バーベキューの準備していただきたいと思います。まずはサラダ作りからです。よろしくお願いいたします。ちょっと貸し切り状態になっております、こちら。豪華ですね。これ名物の、あ、長すぎる串焼きだ。はい、名物の。サラダが出来上がりました。前回はね、三輪の騎手2人の旅でしたけども、今日は妹家族と一緒にグランピング一泊の旅楽しみたいと思います。お腹すいた ね。長すぎる串焼き、彩り綺麗ですね。パプリカ、ピーマンかな、はい、そしてウインナーです。こちらはホイル焼き、お野菜がキノコが入ってるのかな。わあ、すごい、高管理さんお世話になっております。いつもいつもすごい、え、キノコが、椎茸が生えてる、すごい、ありがとうございます、はい、原木椎茸という珍しいの、珍しくこういう栽培の仕方です。あ、こういう栽培の仕方、皆さん原木椎茸ですよ。食べる分だけだよ、いっぱい取っちゃダメだよ、一人一個よ。このね、自然の体験を楽しんでもらいたいということで始めたそうです。
カットしますね。初めて椎茸取った取ったの。立派な椎茸、ありがとうございます。はい、三輪独自の分も取ります。重なっちゃうやつ、どれどれどれ、あ、それがいいんじゃない、これいいんじゃない、これでかいね、はい、なかなかできない体験でございますよ、子供の時。これ三輪独自の分です。カット、立派な椎茸でございます。はい、こういった体験も楽しめます。よいしょ、はい、ありがとうございます。はい、あ、洗ってくださるということです、はい、ありがとうございます。カノンが取ったやつ、めちゃめちゃ大きなキノコ、くんちゃん、かわいい。くんちゃんはキノコ食べれないな。キノコ食べれるかな、どうだろう。何飲んでるんですか、それは。マンゴーとバナナのビール。珍しいね。ちゃんと苦いの、美味しいの。でもフルーティーなんでしょ。苦味はちゃんとあって、あとからフルーティーの香りが、マンゴーの香りがすごい、ありがとうございます。ビール飲めないけど、ちょっと飲んでみようかな、これね。あ、でもやっぱビールだわ。ビールですね、これはね。何パーセントですか。苦味がちゃんとありますね。でも後味がすごい優しいフルーティーな味わいです。コウ君いいですね。コウ君用のね、ちゃんと椅子があってね、よかったですね。子供たちは今からハンバーグ見せてください。ハンバーグ、ノーノーノー。わあ、豪華なハンバーグ。コーンもお野菜もいっぱいですね。どうですか、美味しいですか。肖像権の侵害。肖像権の侵害だってねえ。あ、やばい。肖像権の侵害ですか、これは。はい、許可くれないんですか。無理です。無理なの、なんで。無理です。事務所入ってんですか、あなたたち。事務所入ってんの知らなかったです。キノコのホイル焼きです。さっきのキノコではまたないよね。違う、キノコのホイル焼きです。うん、いい匂いです。これはいい匂いねえ、たまりませんな。キノコいただきます。悪いです。画角が悪い言われてますね。画角が悪いとはいろいろ言われてます。いいのよ、雰囲気でね、楽しい雰囲気が伝わったらいいんですよ。はい、うん、さあ熟成肉を焼いております。うまいだろう。前回来た時はね、12月の後半だったから、とにかく寒かったんだよね。寒かった。今日は11月ですけども暖かいです。よかったね。もう男性陣がお肉焼いてくれています。もう熟成肉だからめちゃめちゃ柔らかくて美味しいんですよね。そろそろ出来上がりですかね。いい感じに焼いてくれております。おいしそう。早く食べたいよ、熟成肉。いただきます。うん、ちょっと塩コショウかける。お肉も柔らかいです。柔らかい。肉の旨味がもう違いますね。肉がうますぎるな。お肉がうますぎる。ほっぺたが落ちますか。落ちるね。いいですね。先ほど取った取れたての椎茸でございます。はい、これを今から焼いていきます。何つけて食べる。もうそのまま食べた方がいいかもね、シンプルにね。醤油垂らす、ちょっと。いや、これね、ここにね、椎茸の出汁がザーッと溜まってくるから。あ、醤油いる。いや、醤油はいらないって。そのままでいこう。そのままでいきますか。うん、私たちでかいから。先ほど取った椎茸です。湯気がすごいね。いただきます。肉厚でプリップリの椎茸です。甘みもあってそのままでいけちゃいます。おいしい。素晴らしい。コーラ飲んでます。私は最高だね。ね、あったかいね。
あれ、エビ塩。あ、エビ塩じゃない。エビ塩もあって。あ、違うの？バーベキュー専用のなんか。和気あいあいと楽しんでおります。うますぎるとか言ってた。うん。後でエビ塩取りに来るんだ。あるから。あとあれもある。あのドライフルーツ。うまいぞこれ。おにぎりに焼肉のタレをかけております。いやあるんだこれ。ご飯にあるよ。一緒でしょう。だってご飯だもん。お米だ。ブイヤベースでございます。味が染み込んでそうですね。美味しそうですね、美香さん。はい。コウくん、コウくん、可愛いね、コウくん。なんか昭和な感じでいいですね。なんか子供背負ってお料理みたいな。何飛ぶぞ。焼きおにぎりに焼肉のタレをかけていただきこれ美味しいんですか？危険だよこれ。ん？これは危険だよ。危険なの？え、誰のモノマネ？モノマネじゃない。ん？食べぞ。これ危険だよ。楽しそうですね、皆さん。焼肉のタレで焼いた焼きおにぎりです。いただきます。赤っ、あ、これ、あ、でもいい焼き加減。うん、表面はめちゃめちゃいい感じ。カリカリしてて、うんうん。あ、焼肉のタレだからちょっと甘みが出て合う。合いますよ、焼肉のタレ。美味しいでしょ。うん、私は好きです。これ子供たちもこっちの方が好きかもよ。お米が美味しいね、めちゃめちゃ。うん、最高ね。踊れない。おー、出すぎ。うん、あれ何やってるこの人たち。コウくん捕まってるの、三輪の串に。そう、頑張って立ってんの。頑張って立ってんの。タッチしてるの、かわいいね。よし、頑張れ、頑張れ。ママんとこ帰んの？帰んの、ママんとこ。かわいいね、コウくんに。どうも、こうです。どうもこうです。焚き火でございますか？いいですね、炎ね。癒されますね。ちょっと今煙がすごいけど。何焼いてるの？マシュマロ。マシュマロ焼いておりますかのうさん。これからは大人の時間と言いたいところですけども、子供たちもいるので子供たちと一緒に、焚き火をしながらお菓子を食べながら飲みながら満喫したいと思います。マシュマロください。マシュマロ焼いてください。もう何歳の時？そこ何歳の時？ね、幼稚園の時。6歳ぐらい。5歳ぐらい。そんな前の。そう、変なのいる。マシュマロお姉ちゃんにください。焼いてきてください。いい感じ。くーちゃんだよ。くーちゃんは初めてのお泊まりです。ちょっとね、緊張してるね、くーちゃんね。今日はあったかい。ああ、ありがとうございます。ともちゃんが作ってきてくれたマシュマロ、いい感じに焼けてます。焼きマシュマロでございます。いただきます。うわ、すごい、とろとろ、とろとろ、おいしい。うまっ。あ、チョコレートかけたらね、アイスあるよ。もっと良かったね。アイス、チョコレート。まあ、十分な甘さだけど。うん、めっちゃ甘い。おいしい。食べたい。あ、食べなよ、座んな。
パーティーの始まりよ。マシュマロを焼いちゃダメよ。楽しそうね。都内だと焚き火とかできないからね。なかなかね。うん。ダメーって言います。今日は男性大活躍でございます。くーちゃん嬉しいの、嬉しいのね、ありがとう。何してるんですか、何してるんですか、ここで黄昏れてるんですか、黄昏れてるんですか、かっこいいですね。なんか悩み事あるんですか、リラックスしてるんですか。すいません、そっとしておきます。くーちゃん、いやー気づいた、こっちだよ、嬉しい、遊んでもらってんの、朝食食べましょう一緒にね。うん、こっちだよ、ゴーゴー。くーちゃん、いい匂いするのかな。はい、来たにゃー、嬉しい嬉しい。はい、気持ちよ。おはようございます。いっぱい寝れましたか。いっぱい寝れた、寝た、うん、私も大丈夫、すっぴんだから。ご飯どうですか、美味しいでしょう。ねえ、いいでしょう。自然の中で食べる朝食はいかがですか。美味しいですか。私たちはくーちゃんいるから外で食べるね。また後でね。ゆっくり。何？ご飯より私のとこ来たいの？ご飯ご飯、大好きなご飯だよ。食べな。うん。あ、いいよ。ビーって食べて食べな食べな食べな。うん、後で抱っこしてあげるから。はいはい。ご飯食べよう。はい、ご飯。イエーイ、ご飯ご飯、そうそうそう。うん、美味しいね。食べないんかい。朝食のプレートが来ました。いただきます。温野菜が来ました。オープン。最後食べて、くーちゃん最後食べて。もうくーちゃんは甘えん坊全開でございます。珍しくご飯もあまり食べない。私の膝の上がいいみたいです。お利口にしてる。気持ちいいね、うん、あったかいね。それにしても全然半袖でもいいね、うん、あったかすぎ。ともちゃんとこうくんもいます。もう朝食食べ終わったんだって。あ、本当に、うん、気持ちいいでしょ、ともちゃんね。最高だよね、本当ね。ちょっとあったかすぎるでしょ、これ11月で。くーちゃん運動神経いいんですよね。よしよしよし、上がりました。え、本当、気持ちいいよ、眩しい。くーちゃんどこ行った。はい、行こう。はい、チェックアウトの時間です。急がなくては。くーちゃん行くよ、くーちゃん行こう行こう。キャッチボールもできるんですよ、かなでの森リゾートでは。こういうグローブとかボールを貸し出ししてるそうです。将来は野球選手ですか。違うの、わかんない。サッカーがいいの。ジョッキーは。やだやだ、なんで。
かなでの森マルシェで、帰る前にねちょっとお土産買っていきたいと思います。さあミカが早速買っております。何買うのお土産に。こしあんのおまんじゅうですね。ママこしあんの入ったおまんじゅう、ふみこママにこしあんのおまんじゅうをお土産で買います。あとね、かわいいね、ワンちゃんのお洋服も売ってたんですよね。ここここ。ただうちね、くーちゃんにお洋服着せてないので、かわいい浴衣の生地ですよね、かわいい。くーちゃんにも着せましょうか。ちなみにくーちゃんは女の子なんですよね。あ、かわいい。これ何？おもちゃ？あ、おもちゃいいね。安い1000円台でお洋服販売しております。黄色っぽかった。くーちゃん、くーちゃんにこれをおもちゃ買います。はい、なんかね宣伝してたの。ん？宣伝してたの。どこで？お部屋で これがピーカンナッツの3種類売ってます。ちょっと試食してみてください。どうでしょう。いただきます。はい、持ってます。みほも一つ、ね、これは味は和風味。和風味いただきます。うん、おいしい。おいしい。これ絶対買い。これお土産にじゃあ一つ買いましょう、ね、ミキさん。あとうちにも。ん？こっちも買う？うん、店に一つお願いします。めちゃくちゃおいしい。これおいしい。全国菓子大博覧会受賞商品。あ、これおいしい。しかも2大会連続だ。あ、25日。本当だ、すごい。めちゃくちゃおいしい。あ、マンゴーもいいね。品数がとにかく豊富の奏の森マルシェでございます。あぶね、ね、壊れる。そこがビヨンってなる。子供たちはどうでしたか？よかった。また来たい？うん、最高ね。よかった。また人狼ゲームやりたい。ちなみに、妹家族は3組で来月12月に来るそうです。もう2回目なんだよ妹は。ね、楽しいね、うん、また来たいもん。ミキは2回目に12月に来るそうです。ポイントカードを作ったから。シライトマス釣りセンターです。ここでマスを釣って、みんなでお昼マスを食べたいと思います。取れたてのマス食べたいのでいっぱい釣ってくださいね。ここでマスを釣ってみんなで食べるということです。さあ三輪独士も釣ってください。食べさせてください。早くない？早いよ。もう釣っちゃったの？早い。じゃあ、美香さん意気込みお願いします。頑張るぞ。ともちゃん意気込みを。ママに負けたら恥だよ。ナメイコこれ取っといて。いやいや、嘘ついてないでしょ。さあ夫婦対決。あー、来たー。ナイスゲット。あー、落とした。おー、ともちゃんもゲット。何を釣ってるんですか、ミカさん。やばいやばい。あ、ね、来たか来たか。取ったど、やって取ったどって。持たないの？持って持って持って。取ったど、イエーって。全部で何匹？7匹8匹9匹はい、怒られるの巻。はい、怒られるの巻。先ほど皆さんが釣ったマスでございます。ダジャレ。え、何？なんで？ダジャレでしょ、ございます。違う。あ、そっかそっか。違う、まだ来るよって言ったじゃん。マスでございます。
マスでございます。めちゃめちゃうまい。いただきましょう。ミカ美味しい、本当に美味しい。私が釣ったかもしれない。あ、美味しい、甘い。自分が釣ったマスはいかがですか？美味しいでございます。美味しいでございます。グッドでございます。身が柔らかい、ふわふわ。醤油いらないですね。うん、これはね、最高。いいね、みんなで釣って、うん、すぐ食べる、ね、よかったね、うん、最高。マスってこんなに欲しいんだね。ね、よかったね、よかった、よかった、よかった、買いに来てよかったね。幸せです。無事に到着しました。カノン楽しかった？また来たいですか？ありがとうね、また行こうね。じゃあね、くーちゃんもまた行きましょうね、旅行ね。お腹すいたね、くーちゃんね。家帰りましょうね。ありがとう。お疲れ様でした。また行きましょうね。じゃあね、バイバイ。バイバイ。またね、行きましょうね。バイバイ。じゃあ家に帰ります。バイバイ。レッツゴー、帰りましょう。よろしくお願いします。Thank you.